僕、自分で洗う。男の子が前を隠すな。なんだよ。母ちゃんみたいだ。そう言ったら甘えん坊。違うよ。違うけど。大人になったね、ユウ。お姉ちゃんの気持ちまで考えてくれてるのかな。でもユウはね、まだ甘えてもいい歳なんだよ。もう少し力抜いていいからね。泣いた泣いた、やっぱり子供だ。うう、おっぱい吸う？出ないくせに言うな。ユウ、いい子だね。いつまでもずっと優しい子でいてね。姉ちゃん、今日遅いな。一緒に父ちゃんサプライズの準備するって言ってたのに。早く帰ってこないかな。うわっ！なんだ？台風かな？変な天気。まゆ？まゆちゃん？なに？もう遅刻しそう。今日で最後の登校ね。
しっかり皆さんにお別れを言ってらっしゃいね。ごめんなさいね、お父さんの転勤のせいで。いいの、私は。お父さんがもっと会社に抗議でもすればよかったんだけど、お父さんどうしても無理だって言うから。あなたが了解してくれたからいいようなものの。お父さんは本当に私たち家族のことを考えようとしてくれない人だから。うん、行ってきます。私はお父さんとお母さんが揉めないでいてくれるならそれでいいの。あれ、私一人？なんで泣いてるんだろう私。しげにぃ先生、篠崎さん、確かみんなと学園祭の片付けしてて。やだ、ここどこ？して何かまじないを思い出すの。そうだ、さっきの篠崎さんのみんなとまた会えるおまじないは。あれ、ない、お腹の調子も悪いや。迷ったら緊張するとすぐ胃腸に来るんだから。覗いてみようかな。ここは本館か。夢から覚めてもまた悪夢か。クソ。
テレビがあるのか。逃げてしまうから一人じゃ捕まえるのは無理だな。誰かに協力してもらわないと。ゆか？持ち田くん、こっち。ナオミをお願い。あの子、壊れちゃう。誰だ？誰かいるのか？ナオミ！大丈夫か？おい！ナオミ…あれは、ナオミの携帯じゃないか！もしもし、あの！助けてくれた。うわぁ！なんなんだ。いい加減にしてくれよ。捨てていくわけにも。行かないか。
大変だったんだから。びっくりしたんだよ。でね、聖子聞いてよ。なになに？振り向いたらね、騎士沼がサトシのまた触ってんのよ。マジ？ちょっと燃える。それ見て私、なんか騎士沼をぶん殴ってやりたくなってさ。ナオミ、何それ、ジェラシー？わかんないけど、その後あの二人すんごい喧嘩してたよ。ウケる。私も見たかったよ。いや、見てないからそんなこと言えるんだよ。そうかな、実際見たら引くよ、絶対。男子ってほんとバカだよね。可愛いんだけど。そんなこと言って、ナオミ、持田君のことが好きでたまらないのね。誰かいるのか。ナオミ、しっかりしろ。よし、ゆっくりだ。さあ、ゆっくり呼吸を整えるんだ。大丈夫か？あんまり脅かすなよ。どうした？痛むのか？マグマ！もっと早く来てよ！
お前。ごめん。やだよね。何してるんだろう。私。ないさ。その、いや、じゃあ。その、大丈夫か、首。私、どうしてたのかな。外の階段から落ちた後、気がついたら、サトシがいた。記憶がないのか。ええ、階段から落ちて、足がすごい音したから折れたと思ったけど、くじいた時に聖子が巻いてくれた板が折れただけみたい。篠原か。そういえばさっき声が。どこに行ったんだ。セイコは…そんな…バカな…さっき…俺…声を聞いたのに…喧嘩別れしたままだったの。私が悪かったのに意地張っちゃって。次会ったら聖子死んでた。私のせいかもしれない。ひどいこと言っちゃったから。大丈夫だ。お前のせいじゃない。さっきお前もその自分で首を吊っていたのは分かってるか。私が首を…そう、首の皮がヒリヒリして痛いよ。本当に私が…やはり記憶がないのか。きっと篠原も同じ普通の状態じゃなかったんだ。いくら悲観しても篠原は簡単に諦めて自分を殺すような真似するやつじゃないだろう。見えない。多分。そういえばさっき私たちと同い年ぐらいの女の子の幽霊に言われたわ。この学校の呪いに触れていると精神を侵されて狂ってしまうって。精神を侵される。呪いも何も、こんなところに監禁されれば誰だっておかしくなるとは思うが、どっちにしろここに長くいるのは危険だってことだ。
気丈なナオミや篠原でさえこんなことになってしまうんだ。俺も含めみんなヤバいぞ。一人になっちゃダメだ。とにかく早くみんなと合流してここを出ないとな。ねえ、その女の子の霊にこの空間にはもう私と聖子しかいないって言われてたのに、サトシどうして来れたの？そういえば校舎の雰囲気が違うな。行きなさい、思い人のもとへ。もう遅いかもしれませんけれど。そうだ、俺もさっき高校生くらいの女子の霊に会って、気を失ったらここにいたんだ。何者なんだ一体。わかんないけど、サトシ多重空間を飛び越えてきたとか。多重空間か。隔てた相手に会うのは難しいと聞いたっけ。なんでもない。ねえサトシ、さっき2階でユカちゃんの声が聞こえたんだけど。本当か？気を失ってる間にはぐれちまったんだよ。ダメだ、こんなところに一人でいさせちゃ。あいつ確か1階の渡り廊下を越えて。ナオミ来てくれ、こっちだ。連れて行ってやりたいけど無理のようだ。許してくれ。サエコ、大丈夫か？首のダメージで体の機能が狂っているのか。気を失ったか。少し休ませてやらないとな。さっき確か保健室があったっけ。呼吸は綺麗だし、大丈夫かな。
確か1階から渡り廊下に行けたはずだ。廊下がない。なんだこれは。なんで壁が。さっきはこの先に別館が。なんだよこれ。ユカ、ユカ。いい加減にしてくれよ。ひざみ。小学生には親がついてなきゃ売りませんって書いてあったけど、売ってくれたぜハムスター。540円だったよ。だろう。安い命だよな。え、なんでもないよ。でどうすんだこいつ。かわいいよな。お前が買うの？冗談。そんな生臭いもの。ん？じゃあなんで。すごいんだぜ。お前にも見せてやるよ、命の終わる瞬間を。よこせそれ。このカッターでな。お前バカ、何すん。よく見てろよ。ユウヤ、あんた何してんの。うわ、キザミの姉ちゃん。何もしてないよ。刃物動物にあてがって。何が何もしてないよバカ。まだ未遂なんだから何もしてないだろう。ったく、ちいちうるせえんだよ。はあ？あんたね、そういうことばっかり言ってると本当に救いようのないクズ人間になっちゃうわよバカ。キザミ、俺こいつ買うから連れてくな。じゃあまた明日。はあ、たく、どうしてこんな子に。ち、うつ。なんで俺が一番下なんだよ。下の兄弟がいたら超可愛がってやるのに。俺ならクソねえやバカ兄みたいな無理解な兄貴には絶対ならねえ。妹でもいたらよかったのな。どうしたんだい、ゆかちゃん。いっぱい。なんだ。誰がこんなことを。いや。自殺か。すごい悪臭だ。
たくさんの命が終わったんだな、ここで。くわい。ゆかちゃん、これじゃあおしっこできないね。さあ行こうか。僕の妹。岸沼君もどこ行っちゃったんだろう。一人にしないでよ、怖いよ。最初の教室に戻ってみようかな。こっちの校舎は長くいると頭痛くなるし。事件の新聞記事に写真が載ってた被害者の一人かな。
私のろうそくがこんなところに移動してる。外の通路に置いたはずなのに、誰か動かしたのかな。
血始まってたっけ。それでめまいもしたんだ。休まなきゃ。大丈夫か、篠崎。あなたこそ、どうしたの？そんな血まみれで。いや、なんか鉄の金槌を持ったでかいやつに殴られて。平気だ。どこだかわかんねえけど、薄暗い部屋に監禁されてたらしい。気がついたら足の鎖が外れててな。
して逃げてきたんだ。どこから？わかんねえ。目が覚めた時には一階の廊下だった。そこまで誰かに運ばれたのかな。でも無事でよかった。もう嫌、誰も死んじゃ嫌。おう、間違ってはいません。あの子供たちの霊、一人ずつでも全員を安息に弔うことで、彼らの囚われた魂が形成しているこの多重閉鎖空間は存在を保つことができなくなるはずです。あいつらを殺した、犯人の後悔の声でもできなかったぞ。それそもそも犯人ってどんなやつなんだよ。あなたを襲った鉄槌を持った男、それが殺人犯です。マジかよ。あの男の霊も暴走しているようですね。見境なく聖者を傷つけている。まずはあの男の霊を鎮めることが急務かもしれません。どうすればいいの？先生が調べた記事によると、あなたの持っているその文化人形はあの男の持ち物です。母親にもらった大事な心の拠り所だったようで、きっとそれを探しているのでしょう。ちょっと待ってくれ。先生って誰？私のことは詮索するな。ごめんなさい。あの男の死体、亡骸がこの校舎のどこかにあるはず。それを見つけて返してやれば。いいんだよ。ナホさん。なんだあれ。信用していいのか。心当たりもあるの。さっきこの人形が1階を通った時泣いてたの。シクシクって。マジかよ。相変わらず気持ち悪い人形だな。探知機になるかも。子供たちを殺した犯人の死体を探すね。動いてみようよ。っていうか怪我大丈夫？うわ、すごいコブができてるじゃない。金槌のツクがもろに頭に当たったからな。もし先んところが当たってたら死んでたぜ。くそ、殺人判明。たまたま私が包帯持ってたからいいようなものの、巻いといてあげる。お前の階段グッズ助かるわ。
何が入ってんだ。見てくれよ。いやよ、なんで私が。岸沼くんが見てよ。気持ち悪いな。うわな、なになに、何よ。見てみりゃいいだろ、自分で。篠崎。どうする？それきついな。返してあげよう、この遺体の一部を。はあ？正気かよ。本当に嫌がる。気をつけて、目を合わせちゃダメよ。目あったらヤバいんだろ。うん、だけど この子にこれを返すには、これを見せるには、正面から視界に入れるか。いや無理だろ、目合わせてこいつに突き殺されたらどうすんだよ。それにお前震えてるじゃねえか。じゃあ俺がやろう。目が…あっちまった。うわぁ吉沢亮君知ってるわよ、
あなたの名前。かわいそうだとは思うけど、同情はしない。辛いからって他人を巻き込んでこんなところに閉じ込めて、大事な私の友達を殺したあなたたちを、私は絶対許さない。けどこれはあなたのものだから返してあげる。僕の下、お姉ちゃんありがとう。なんだ。地震か、ちくしょう。しゃがんでても仕方がないか。ゆか、きっと助けに行くぞ。待っててくれ。とにかくナオミのところへ戻るか。篠原の携帯じゃないか。篠原。ユカを探しに行ってたんだ。そっか、じゃあ、ユカ…いや、さっきまで通路だったところが壁に戻っていて、ユカがいるはずの別館に行けなくなっていた。
なのがあるの？ああ、やはりさっき俺というか森重のいた校舎とここは違うようだ。なんとか別空間の校舎に移動する手を見つけないと。そうね。で、お前なんで保健室の外にいるんだ？さっき、ここでね、黒いモヤモヤした霧みたいな人影に襲われたの。だから、また襲われたら怖いから出てきちゃった。本当か？それは、すまなかったな。ううん、でもここ、何かいるからあまり近寄らないでおこう。今だ！そいつを取ってくれ！あ、オッケー！取れたよ！うまくいったな。あれ？お前もこの仕掛け気づいてたのか？俺はユカタだ。頑張ろう。きっと会えるよ、ユカちゃん。ああ。真っ暗だ。どこかに部屋の電気のスイッチはないか？ええ、どこか、あった。お、サンキュー。くさい。カビだけの匂いじゃないよね、これ。ああ。
どうしてこんな新しい年代のものがあるんだ？私たちみたいに現代から連れてこられた人の持ち物とか。なるほど、そうかもな。でもテレビに入力端子もついてないし、充電も切れてるから使えないな。天神小学校校長柳堀高峰に寵愛されていたその息子義勝。校内では教師として教鞭を振るい、生来快活な性質であったが、突然発症した原因不明の脳障害から少しずつ自我を失い始める。篠崎、お前本当は強かったんだな。怖がりじゃねえよ。怖かったわよ。今もわけわかんないもの。そうか、
でも、なんか今の幽霊消えたし、成仏、成功っぽくね。大丈夫か。まあ、とりあえず拭けよ、涙と鼻水。なあ、お前、俺の制服で。そういうの、言わないでって言ったでしょ。ガキかよ、お前。うわ、ひって、ったく。やべえな。いつもはこんなことするやつじゃないのに。篠崎。なんだ、ここは。シャワーがあるぞ。篠崎！大丈夫かよ、おい。また何か感じたのか。また鼻血か。鼻だからいいが、脳の血管でも切れたら大変だぞ。篠崎、
ほら、これ鼻に詰めてろ。ありがとう。持ってるけど、もらっとく。ああ。レイの影響以前に、体力的にもう限界か。そろそろ休ませてやらないとな。雨で向こうがよく見えねえな。篠崎、ダメだやっぱり。貸しな、文化人形。風邪ひいちまうから、お前は建物の中入ってろ。俺が調べ終わるまで、更衣室で待ってろよ。あなた一人で、霊相手に何ができるのよ。いいから、何かあったら呼ぶからよ。そん時は、助けに来てくれよ。なんだ？これ以上負担をかけさせるわけにはいかないからな。なんだこの汚い水は。何が沈んでるか分かったもんじゃねえな。死んでも入んねえぞ。まさか、あいつ冗談じゃねえぞ。なんだよ、何が。篠崎、更衣室に。篠崎いない。さっき何やってんだよ、ったく。
んだよ俺。やっぱり目は俺のせいだ。そんな。どこだ篠崎。今助けてやるからな。篠崎、篠崎。おい、頼むから息してくれよ。させんなよ。落ち着いたか。ったく、なんでプールに飛び込んだりしたんだよ。岸沼君が呼んだじゃない。俺が呼ばれてプールサイドに出た後は覚えてないけど、気がついたら目の前が真緑で口の中にいっぱい水が。くそ、これも例の仕業か。騙しやがるとは。やっぱなんかあるな、あのプール。何かいっぱい挟まってる。やだ、もうだわ。いや、シャワーの水出ないのか。ダメだ。ふざけやがって。篠崎、とりあえず雨で体洗ってみるか。雨程度じゃ口洗えるかどうかわかんねえけど。よし、行こうぜ。後でどっかで服乾かさないとな。どうだ。うん、案外口すすげた。そうか、よかったな。篠崎、さっき向こうに気になる部屋見つけたんだ。私も行く。その方がいいか。そうしよう。
女の子の名前。また喋り出したぞ。今度はどこだってんだよ。
よクソ人形。そんなとこにあるもの取ってこれるかよ。誰かいるのか。森重、無事だったか。やあ岸沼、それに委員長、そちらも無事で何より。どうしたの。ちょっとな、お前どこにいたんだ。別館の方にいたんだけど、さっき急に気を失ったみたいで、気がついたらなんか校舎の雰囲気が変わってて、あと持田と持田の妹にも会ったよ。本当か、あいつらも無事なのか。うん、なんか妹がはぐれてたみたいだけど。森重くん、それ手に持ってるもの。ああ、これこの先の通路の床下で見つけたんだけど。何かのまじない？これいるの？じゃあ渡しとくよ。俺は今人探しでそれどころじゃないんだ。じゃあね。なんだよ委員長、その目は。そうだ、持田が1の A で待ち合わせしようって言ってたよ。おう。多分よ。鈴本のいるあの場所じゃなくて、近くの床にでも転がってたんだろう、これ。じゃなきゃよなあ。怖い、あの人で血まみれだった。ありがとう。
すげえ。やったな、篠崎。これで3人か。あと1人。赤い服の。もう嫌！幽霊と喋ってると、どんどん自分が死に近づいていく感覚がする。わかる？だんだん、自分の死に顔が。頭の中にはっきりと浮かんでくるの。すごく嫌なイメージ。帰りたい、帰りたいよ。お母さん、お姉さん、もちろん。篠崎、わかった。次、俺がやるからよ。だから、しっかり！あっ！マジかよ。篠崎、しっかりしろよ。おい、息はしてるな。篠崎、おい、起きろよ。見てみろよ、周り。俺も信じらんねえんだけど。ゆい先生、自分家の猫用の缶詰置いとくのはどう考えても公私混同だよな。
サトシやユイ先生たちは帰ってきてねえのか。これ、現実か？さっきまでのは夢だったんじゃないか。どこで何やってんだろう俺。どうした篠崎。お前は。私が誘拐されたあの日、朝、私はお母さんと喧嘩をしてしまいました。何を言ってるの？わかんねえよ。お母さんと顔を合わせるのが嫌で、学校の後私は家へ帰らずに、ぼーっと渡り廊下にしゃがんで雨を眺めていました。そうしたら私の隣に吉和先生が座って、うんうんと私の話を聞いてくれたのです。先生、言葉を話せない病気だったけれど、心は優しい人だったから、私は好きでした。けれど、あなたは5年生の菅野ゆきちゃんね。さっきはありがとうございます。殺された私たちを成仏させようとしてくれて。結局成仏はできたのか？なんでお前まだいるんだよ。いいえ、できてません。あなたたちから言葉を奪った、抜き取られた舌は返したし、あなたたちにひどいことをした犯人には懺悔させたけど、やっぱり
許せない？私たちの成仏に許す、許さないというそれぞれの意思は関係ないんです。懺悔とは犯人と被害者との間に存在して、それ単体で私たち被害者の霊を動かすものです。私たちが天神小学校を異空間に閉じ込めている霊場の断片だから、私たちを動かすという方法は正しいと思います。だけど足りていないんです。犯人の懺悔が、あいつの文化人形が喋った言葉では足りないってこと？あれは、ん？で、なんだよ。なんだって無関係の人間を何人も何人も閉じ込めてるんだ。俺たちをあそこに呼び寄せたのは、お前ら子供の幽霊たちだろ？それは、なんだと？私たちは、異空間をつなぎ止める歯車に過ぎなくて。お前、鈴本を殺したじゃねえかよ！待って！なあ？もう少し、聞こう。お姉さんたちだけでも、無事に遅れてよかったです。なんで急に、俺たちを気遣うような言い方すんだよ。私の、お姉ちゃんに聞いたことがある。強い未練を残したまま、暴力的に命を搾取された霊魂は、普通の人で言うところの、錯乱状態に近い状態でとどまってしまうって。いろんな感情や、思いがごちゃ混ぜになってしまっているから。本来の優しい心と、聖者への妬みや、敵意の気持ち等を、コントロールできずに、感情がくるくる変わるって。お前の姉さんって、霊能師？うん、ちょっと違うけど。だったらお願い、他の生きてるみんなも。持田くんや先生たちも連れてきてあげて。ねえ、できるんでしょ？まあ、それは無理だと思います。どうして？あの空間は、たくさんの無関係な命を食べ過ぎました。あそこで死んだ人たちの恨みの念が、もう満員だから。行き場をなくした悲しい思いたちの影響で、すべての霊が、わずかに残った理性を失い始めています。私だって、もう生きてる人を、ただ無差別に襲うだけの怨霊になってしまいます。あなたも、味方してくれなくなるのね。だったら、なおさら急がなきゃ。何か、持田くんたちを助ける方法は、ないの？一つだけ、あります。どうするんだよ。お兄さんも、知っている方法です。あ
の場所へ戻って。私たち、天神小学校の児童4名誘拐殺害事件被害者のレイを、みんなを成仏させてくれれば、歯車を失った異空間は多分消えてなくなります。そうすれば、もしかしたら、あそこへまた戻るのかよ。それに、せっかく残りあと一人だと思ってたのに、住んだつもりのお前ら三人も成仏してなかったしよ。どうしてさっき口ごもったの？成仏できなかった理由。それは思い出したくないんです。でも、どうしても知りたいのなら教えます。あの時のことは。篠崎！体が動かない。なんか疲れた時になる金縛りみたい。ここは体が動かない。犯行現場で唯一生き残った赤いワンピースの女児、篠崎幸子。幸子の家族は事件後、怯えるように他県へ移っていったとされている。
Thank you.
詳しくは次回の連載にてお伝えしたいと思う。楽しみにお待ちいただきたい。